方言申請とは、方言元年うる9月18日に出された、戦時7か条のこと。方言元年齢とも。また、翌方言2年3月17日に出された、大乗官府5か条を及び、同年10月8日、戦時35か条との総称として用いられる場合も、ある。昇園生理令として重視する観点からは、方言の昇園生理令と呼ばれる場合もある。 計半期方言元年うる9月18日上、及び、身武家文書にその内容が記されている。1、カレー下寺諸国史、かつ受定史、かつ六条、根上神社仏寺院宮書家、二伊建松園寺、1、カレー下寺諸国史定史、同社寺院宮書家、松園本面外かのあまりた、並び商民乱行寺、1、カレーかつ、下寺本社、かつ、 諸国指定止書者新人乱行事。一カレー、青ぐ本寺並び国史。停止所寺所残悪草乱行事。一カレー下寺諸国史。停止国中寺者乱行事。一カレー下寺所者史。中心車両並び新字用と字一カレー下寺所寺史。中心寺量並び普通用と字前年九十二年七月二十四日に戦争した、後白川天皇は、 方言元年7月の賭場法王の死をきっかけとした、アニストク上皇との辞典の君の地位をめぐる争いに、軍事力を動員して勝利した。その勢いに乗じた、後白川天皇と、新勢ら側近集団は新体制の確立を図る、ために出したのが、この申請である。第一条の冒頭に、九州の知者数とのうなり、欧米の外、南瀬氏は一人の所有である。 王命以外に、誰が私的な意向を示すことが許されるであろうかと、述べて、王土思想を全面に掲げ、比率良性的な土地所有形態である荘園の存在を前提として、すべての公領、資料の最終的な支配者は天皇あるいは、最上級の権門である、天皇家の課長としての事件の君であることを明確に宣言した。これは、 天皇が公的な政府機構の最高医者であると、同時に私的集団である、各種検問を統制、利害調整する、最高医者であるとする自らの位置づけを図った、ものであった。ただし、住吉社に通達された、身分家文書では、第一条が除外されており、小園領主に直接宣言したのではなく、国史宛の官府として、朝廷内部に向けてなされたものである。 この文言は、平の正門の乱の際の追悼大乗官府にある、一点のもと、ネインゾオードアラザラン。九州のうち、誰か公民アラザランという文章に基づき、新勢らは、正門の乱の時と同様王権の危機を乗り越える、ために、巨星に近いほど強烈な言葉を持って、後白河の王権を支えようとしたと見られる。第1条と、第2条は、 いわゆる荘園制理令に相当し、第一条は、後白河天皇が戦争した、九十二年七月二十四日後に戦時を持たずに、建てられた荘園を停止し、二意立てを認めないとした。これによって、荘園設置の許認可権を、天皇の手中に収めることで、荘園規制を行おうとしたのである。第二条は、既存荘園の本面以外の可能アマルデンを呼び、庶民に、 乱行の停止を命じた。当時において深刻であったのは、新建松園の増加よりも、既存の松園に住む庶民が、出作、可能と称して、松園の世に至りの外側にある公電を耕作して、最終的に耕作した公電を、庶民の土地の一部と主張して、国史の影響力を排除して、 強引に荘園の一部に編入する行為がしばしば行われていたことが問題視されていた。二位立てよりもより取り締まりが困難なで策、可能の規制に本格的に取り組もうとしたのが第二条の意図であった。第三条から第五条は自社を呼びそこに属する新人や悪僧による乱行を規制したもので、第一条にしても、第二条にしても、 問題となる行為の発生は、宗教的な権威を背景として、公権力の介入を拒んできた、社辞勢力とその荘園が、舞台になっていることを、朝廷側も認識した上で、彼らに対する奴を目的としたものであった。第三条は、神社、新人に向けて、第四条は、寺院、悪僧に向けて出され、第五条は国師に対して、 自国内の自社による乱行を規制するための措置を命じている。第6条と第7条は、自社の荘園拡大を規制するために、自社がその主たる宗教活動である真事、仏事にかかる必要経費をあらかじめ報告させるように命じたもので、宗教活動の維持を名目とした荘園の拡大、にいだてを防ぐ意図があり、 第6条は神社に向けて、第7条は寺院に向けて命じている。これに続いて、翌10月には、記録省園検究書が復活され、省園に関する審査が実際に行われた。さらに、方言2年3月17日には、申請の実施意図の徹底のためにすでに第1条から、第5条までがほぼそのままで、改めて大乗官府として、改めて発令された。 続いて、同年10月8日には、省縁整理以外の分野にも広げた第二次の申請35箇条が出された。ただし、この35箇条に関する記録は伝わっておらず、後世の申請や記録から12箇条ほどの内容が判明しているに過ぎない。それによれば、自社規制に加えて、京都市中の犯罪取締りや、傘取締りによる、治安、風俗規制、 朝廷九時の進行などの政治、治安の再建政策が中心であったと考えられている。また、同年には代理の再建が行われたが、その時の造営費用は、すべての綱領、資料の支配者である、後白川天皇の戦時に基づく一国平均役として、綱領、資料の区別なく付加され、違反する荘園には、 没収や両家の交代を行うことが布告された。この申請が、後白河天皇の申請及び陰性の基調となる法令であり、その後の自称申請、文人申請、研究申請と並んで、後白河天皇を中核とする朝廷政治の基本路線とされたが、だが、方言申請が出された当時、賭場法王が後継に指名した、 後白河の皇太子主人心のコッが正当な辞典の君であり、ストク、後白河ともに辞典の君の資格を最初から持っていないという見方もあった。辞典としての安定性に欠けた、後白河の政治的立場が安定して、陰性を軌道に乗せるためには、平時の乱や二条天皇崩御などの諸事件を経る必要があった。 国史大辞典では3月17日付大乗官布とセットで方言の省縁整理。日本歴史大辞典、日本古代史辞典では10月8日付戦時とセットで方言申請と呼称されている。平安異文2851号。夏王朝の宇が全国道9つの州に分けたという故事から転じて国土全体を指す。 遠藤元を、日本シリブレット人霊日本五白川天皇中世を、招いた奇妙な、暗六62から63ページ、ISBN 978から4から634548244一国平均約はこれまでも実施されていたが、それは、造営費用などの負担を命じられた、国士側の申請に基づいて一国平均約を、認める戦時を出すもので、 天皇や朝廷が、事故のために諸国に一国平均約を命じたのは、方言2年が初めてであった。開校。諸州、上島、日本中世社会の形成と、王権 ISBN 978から4から815806354第3部第1章第1節。ありがとうございます。